よお前ら、俺様だ。今日も太陽がボーボー燃えてますね。今日はね、2022年、日付が変わりました。12月12日です。今ね、時刻はね、夜中の0時46分です。はい、昨日ですね、日照簿記3級をね、俺様受けてきました。ネット試験って言って、指定された会場で空きがあればいつでも受けられるってシステムなんですね、今はね。はい。で、昨日受けてね、合格しました。94点です。だいたい勉強した期間はだいたい2週間ぐらいですかね。2週間ぐらい勉強して、で、まあ3級はね、なんか一般的に簡単だって言われてるんで、本当は満点狙ったんですけど、まあちょっとね、2問間違えた感じですね。だいたい1問3点なんで、まあ2問失点した感じですかね。で、第1問ってやつが、なんかずっと仕分けするやつね。簡単なやつです。で、これは満点でした。45点。で、第2問は、カッコ1とカッコ2があって、で、なんかどこ間違えたかは分かんないんですけど、まあ多分、2問目と3問目で1点ずつ失点して、あ、1点じゃないと、1問ずつ間違えて、3点マイナス、3点マイナスで、94点っていうことだと思います。で、なんか第3問の、貸借対照表と損益計算書、BSPL を埋めるやつ、なんですけど、全部埋められたんでね、なんか合ってるかなと思ったんですけど、まあ35点満点なんで、多分1問どっか失点してたんでしょうね。はい、という感じでね、94点で日照簿記3級合格しました。はい、今度はね2級を勉強してね、受けたいと思います。はい、それではさようなら。ボーボー。